オーストリア継承戦争は、新生ローマ皇帝くらい及び、オーストリア大公国の継承問題を発端に、ヨーロッパの主要国を巻き込んだ戦争、カナダやインドで英仏間の戦争にも発展した。詳細は、国事少々、参照新生ローマ皇帝カール六世は男子に恵まれず、長年後継者に悩んでいた。そこで、娘のマリア・テレジアに、ハプスブルク家領を継がせるため、 女子の相続を認める国事証書を発布し、いくらかの情報を行ってフランスなど欧州主要国にこの証書を認めさせた。また、ハプスブルク家は伝統的に神聖ローマ皇帝を世襲してきたが、女子は定位につけないので、マリア・テレジアの夫トスカーナ大公、フランス・ステファンの即位を要求した。しかし、ルイ15世のフランス宮廷は、 ハプスブルク勢力を弱体化させる絶好の機会として背後で格索し攻撃を仕掛けた。これがオーストリアと周辺諸国の間での戦争に発展した。ヨーゼフ一世の次女マリア・アマーリエのオットバイエルン選定校カール・アルブレヒトは皇帝の女性であったことのみを継承権の根拠とはしなかった。遡るとハプスブルク家はカール五世の所領を スペイン及び新大陸は、着難のフェリペ2世に、オーストリア方面は、弟のフェルディナント1世にそれぞれ相続させた。オーストリア系の祖である、フェルディナント1世には4、男があり、3男以外の3人が成人した。次男フェルディナントは、既戦結婚により、子孫に継承権がなかった。長男マクシミリアン2世の男系子孫は17世紀中に、すべて断絶し、今、 カール6世が崩御したことで4男カールの系譜も男系が断絶した。カール・アルブレヒトはフェルディナント1世の長女、アンナの子孫であり、フェルディナント1世の男系子孫が断絶した今、敵法の相続者であるとして権利を主張した。オーストリア・ハプスブルク家の大井継承に関する刑図、シロンスク広告軍も参照レジエンをめぐっては、 そもそもイエーゲンドルフ公領を1523年にホーエンツォレルン家の防流であるブランデンブルクアンスバッハ編脅迫ゲオルクが購入した。さらにラキボル公国及びオッペルン公国も協定によりホーエンツォレルン家領となる予定だったが30年戦争時に新生ローマ皇帝フェルディナント2世に就航された。またリーグニッツ、ブリーボラウの領も フェルディナント一世の例に反していることを理由に、1675年に就航された。1696年に、ブランデンブルク戦帝国、フリードリヒ3世は、これらの知恵の権利を復活させた。18世紀に入り、ポーランド継承戦争後、ハプスブルク君主国とザクセンの弱体化と、フランスとロシア帝国の進出により、 ユーリヒベルクはヨーロッパの勢力均衡上の用地となった。1738年2月、カール6世はフランスの圧力によりユーリヒベルクの相続権をプロイセンから奪った。プロイセンはこの代償として参考量を要求した。1740年に即位する第3代国王フリードリヒ2世は東方の西プロイセン。 西方の有利比広告とベルク広告の獲得を試行するようになった。プロイセンは北方戦争によって国際的影響力を増し、さらにスペイン継承戦争でハプスブルク家川に就いた結果、新生ローマ皇帝レオポルト一世より擁護を認められた。1701年1月18日、初代国王フリードリヒ一世はプロイセンにおける王として即位し、 プロイセン王国が誕生した。フリードリヒ一世は、軍政と財政を合わせて管轄する、総軍事委員会や、地方貴族代表の地方長官と、君主から派遣されていた、地方委員に統一することで、軍政の強化を図った。第二大国王のフリードリヒビルヘルム一世は、1723年に、軍事財政管理局を創設して、不王の政策を継いで、行政組織を強化した。 傭兵への依存による欠点を補うため、まず1716年に陸軍幼年学校を設立し、プロイセン貴族からのみ将校を育成した。そして1733年に正式成立した、関東制度に基づく農民からの徴兵により、フランス王国、ロシア帝国に次ぐ規模の陸軍大国となっていた。フリードリヒ・ビルヘルム一世の王太子フリードリヒは、文化面にも優れ、生涯に、 様々な著書や論考を残した。1738年には、ヨーロッパ諸国家体制の現状に関する考察を、記した。さらに1739年に記した、マキャベリバクロンでは、啓蒙思想に基づき、君主は人民の第一の下僕に過ぎないととき、自然権として人民の福祉を果たすために、それを直接防衛する軍事を重んじ、即位後は申請を取った。しかし、 これは、プロイセンの利害のために、既存の勢力均衡を武力で変更することを正当化した思考でもあった。1740年10月、フリードリヒ王大使が、第三代国王フリードリヒ2世として即位する。フリードリヒは、マリア・テレジアの相続と、夫、フランツ・ステファンの皇帝選出に意味はなかった。しかし、特に、ユーリヒベルクとシュレジエンについて、 相続要求の権利がプロイセンにとって合法的で、あるとして妥協することはできず、ハプスブルク家及びフランスとの対決を決心するに至った。フランスはドイツ方面への関心により、1738年にスウェーデンと同盟を結んだ。スペインは植民地をめぐって英国と対立し、百三十九年からジェンキンスの耳の戦争の下中にあった。英国は、 ユーリヒベルクをめぐって王室同士が隕石関係にあるにもかかわらずプロイセンと対立した。プロイセンから見て西方の情勢は以上であり、一方の東方はオーストリア・ロシア・トルコ戦争の結果、1739年にハプスブルク家が敗北していた。したがってプロイセンは最も弱いオーストリアを狙い、勢力均衡を試みることとなった。主にオーストリアを支援したのは、 フランスと対立するグレートブリテン王国とネーデルラント連邦共和国であった。後にザクセンとサルデーニャ王国もオーストリアの側で参戦した。これと敵対する側に立ったのはプロイセン、フランス王国、スペイン、バイエルンであった。詳細は第一次、シュ主ジエン戦争を参照フリードリヒ二世1740年皇帝カール6世が没すると、 プロイセン王権ブランデンブルク戦抵抗、フリードリヒ2世は皇帝選挙でマリア・テレジアの夫、フランツ・シュテファンに投票することを条件に、シュレージ自ン地方のいくつかの領地の割譲を求めた。シュレージ自ン地方をフリードリヒ2世が求めた背景としては、まず同地方が経済的にも重要なオーデル川を有し、南部米面命令との境界に軍事的に重要な山脈が位置し、 さらに進行に際しての広報連絡線の確保が比較的に容易であり、加えてオーストリア軍の勢力が相対的に過小であると評価したことがある。オーストリア宮廷が要求を拒否したのに対し、プロイセン軍はバイエルンフランス作戦などの指示を準備して、1740年12月16日、オーストリアの冬をつき、主ジエンに進行した。 プロイセン軍はいくつかの要塞を除く、この地方の大部分を占領し、冬を過ごす。マリア・テレジアは、フリードリヒ・ニセイの侵略に激怒し、主力であるナイペルク兵団を転身させて、シュレージエン地方の奪回作戦を起とする。翌年の1741年3月末には、オーストリア軍は、プロイセン軍の根拠地を求めて、迂回のために北進し、プロイセン軍は、防衛となる。 そこで、フリードリヒ2世は決戦することを決心し、1741年4月10日に、モルビッツで、プロイセン軍、約2万と、オーストリア軍、約2万が戦い、火力に勝るプロイセン軍に、オーストリア軍は撃退された。この敗北は、ハプスブルク家に対する各国の介入を招く結果となり、また、新興国であった、プロイセンの対等を効果的に印象づけ、 プロイセン軍や戦司令部に各国の外交施設が訪れることとなった。こうした経過もあり、同年5月28日にニンフェンブルク条約が締結され、バイエルン、フランス、スペインの三国が同盟を結んだ。さらに、プロイセン、ザクセンも加わり、オーストリアの西法は包囲されるに至った。マリア・テレジアは6月25日にハンガリー女王として退官。 議会との折衝を経て、ハンガリーの救援を得たものの、骨実の戦いの敗北を契機に、1742年7月に、英国の仲介を得て、主霊支援の大部分と米面の一軍をプロイセンに、活上する講和の密約を締結した。アウグスト3世1741年、ザクセン選定貢献ポーランド国王アウグスト3世は、ハプスブルク家領の相続権を主張して、 米面に侵入したが、和平交渉により間もなく撤退した。カール・アルブレヒト神聖ローマ皇帝位を狙うバイエルン、先帝皇、カール・アルブレヒトは、1741年チロル、地方など上、オーストリアとボヘミアを占領、1742年には神聖ローマ、皇帝カール7世として退官した。これには、バイエルンと秘密条約を結んだフランスが背後で、動いており、 フランスも一部派兵した。旧地に立ったマリア・テレジアは、当時ハンガリーの主婦であった、プレスブルクに赴き、ハンガリー議会で、自ら、ハンガリー貴族たちに支援を呼びかけた。ハンガリーは、出兵を承認し、反撃に出たオーストリアは上、オーストリアとボヘミアから、バイエルン・フランス連合軍を撃退した上、バイエルンまで占領した。領地を奪われた、カール七世は百四十五年、 失意のうちに死去し、代わって、フランツ・シュテファンが即位した。詳細は、第2次、シュレージエン戦争を参照シュレージエン活動を、オーストリアに認めさせたプロイセン王フリードリヒ2世は、オーストリアとイギリスが、フランス軍とバイエルン軍を駆逐してライン側領域に、勢力を進出させ、イタリアのフランス軍をも撃退したことを受け、これらをプロイセンへの脅威と、状況を判断した。そして、 皇帝カール7世の尊厳とプロイセンの自由、ひいてはヨーロッパの平和を守るため、そして皇帝を援助することを大義名分として、1744年バイエルンと同盟を結んで6万の主力部隊を率いて、米面に進攻した。オーストリアザクセン連合軍は、決戦を回避して、プロイセン軍の側面に脅威を及ぼす。プロイセン軍に対する現地住民の感情が悪化し、 また貧困のために軍需物資の現地調達が困難となり、また1745年に皇帝カール7世が死去して大義名分を失い、戦局は悪化した。この時に大量のプロイセン軍兵士が投降したため、フリードリヒ2世は英国を仲介として、マリア・テレジアの夫、フランツ・シュテファンを推挙することを条件として、シュレージ自ン領有を求めるが、英国は、 プロイセン側の条件が有利だとして、これを拒否した。1745年に、オーストリア軍は、前進を開始し、フリードリヒ2世は、この進軍の際に配置された倉庫の位置関係から、その進軍予想値を推測して、平地へ、誘出することに成功した。そして1745年6月4日に、ホーエンフリートベルクにおいて、 プロイセン軍6万とオーストリア連合軍7万が開戦し、プロイセン軍が勝利を収めた。ここでフリードリヒ2世は再び英国を仲介とする和平工作に乗り出す。一方でマリア・テレジアは和平の前に一撃を加えて有利な条件で講和したいと考え、当時分散配置していたプロイセン軍部隊に対して攻撃した。プロイセン軍は現地住民の反発と オーストリア軍の攻撃を受け、途上のソウルで突如出現したオーストリア軍を撃退しながら、シュレージエンにまで後退する。フリードリヒ2世は一時的に外交工作のためベルリンへ戻るが、11月にオーストリア軍が作戦経由でベルリンへ進行する、作戦計画があることを重宝によって知り、再びシュレージエンへ出陣する。道によって、オーストリア軍のカール公兵団を 言うだし、その前衛部隊である、ザクセン軍を、ケッセルスドルフで撃破した。また別動隊のザクセン軍3万を12月に、ケッセルスドルフにおいて撃破し、ザクセン軍の戦力を無力化した。フリードリヒ2世は、ドレスデンへ主力を率いて移動し、12月末に、ドレスデンの和訳によって、主霊支援を領有することに成功し、また1748年には、 アーヘン条約によって、イギリス・フランス・オーストリア・サルデーニャと和平を結び、シュ主ジエン領有を承認させた。フランスは、イギリス・オランダの参戦を抑えるため、両国には1744年まで、戦線布告しなかったが、この年、オーストリア領ネーデルラントに侵攻し、オーストリア・イギリス・オランダ連合軍を破った。しかし1748年のアーヘンの和訳によりこの地方から撤兵した。 フェリペ5世当時スペインはフランスから迎えたブルボン家の王フェリペ5世をいただいており、先のスペイン継承戦争でオーストリアに割上した北イタリアのミラノ公国を奪回すべく1744年に参戦した。スペイン軍は一時ミラノを占領したがサルデーニャ王国がオーストリア側で参戦したため目的を達成できなかった。戦争は1744年から。 カナダとインドでも英仏間の植民地戦争となった。北米ではイギリス植民地ニューイングランドが英国帝督の指揮下でカナダ東部に出兵しフランス側のルイブール要塞を陥落させた。北米での局地戦は米国でジョージ王戦争と呼ばれるがせっかく占領したルイブール要塞は後にフランスに返還されている。一方、インドではフランスのインド総督デュープレックスが インド諸国を参加に収め、英霊領マドラスを占領するなど、イギリス東インド会社に対して有利に戦いを展開したが、アーヘン和訳によりマドラスは返還された。デュープレックスは財政負担の大きいインドでの拡張主義を嫌う、本国政府によって後に解雇されている。一連の戦争は1748年のアーヘンの和訳によって終結した。オーストリアは、シュレージエンと、 北イタリアのパルマ公国など一部の領地を奪われたが、上オーストリア、ベーメン、オーストリア領ネーデルラント、ミラノなどは全て奪い返して、ハプスブルク領の一体性を保持し、神聖ローマ皇帝位も確保した。相当長い交的、軍事的、財政的努力を費やして、オーストリアの弱体化を図った、フランスのクワダテは見事に失敗し、英国との植民地戦争も、 中途半端に終わった。プロイセンのフリードリヒ二世のみが、シェレージエンをオーストリアから奪い、数々の戦闘で軍事的才能を発揮し、大王と謳われることになった。しかし、ヨーロッパの勢力均衡は、この戦争で決着したわけではない。フリードリヒ大王が意図しなかったにもかかわらず、やがて7年戦争で再び、同じ場所が戦場となる。ありがとうございます。